リハでバスケ目指せシュート。皆さんこんにちは。リハテラス北山田所長の日本です。当施設では、酸素ボックスも、設備は、備えております。バスケットボールの選手たちと一緒に楽しく、汗をかきましょう。皆様のご利用をお待ちしております。皆さんこんにちは。リハテラス北山田高齢者ケア入浴ケアアドバイザーの篠原圭です。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。リハテラス北山田の岩崎大我です。リハテラス北山田には6台の安全に備えたマシンが揃ってますので、利用者様の皆様お待ちしてます。皆さんこんにちは。リーフマンドットエクゼ男子チームキャプテンの野呂達人です。リハテラス北山田のスローガンはリハでバスケです。皆さんと一緒にトレーニングやリハビリをして、そして体を元気にして一緒にバスケットをしましょう。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。リーフマンドットエグゼ女子プレイヤーの前田由香です。私たちと一緒に運動をしてバスケでシュートを決めましょう。
これは立ったり座ったりする姿勢、足今これをこの持ち上げるので、あ、こういう風に、そうなんです、今セットしますね。一回もやったことないんですよ今までね。ゆっくり上げてもらって、じゃあ足押さえる、こういうですか、はい、重たいです、重たすぎます。大丈夫です、30回続けられますか。大丈夫だと思うんです。大丈夫だと思います。じゃあそれでいきましょう。じゃあ30回いきます。はい、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、63、64、65、66、67、
肩甲骨の要は動きが悪くなると肩っていうことになってしまうので、ちょっとこちらお越しください。あのこういう感じでこうまたいでおかけいただきたいんですけど、またいで、はい、またいでですね、はい、で足をそうですね、まあ、あの自然な感じで結構なんですけど、このバーをですねこう握っていただくんですね。でここの前に胸当てがあるんですけど、これに触れないぐらいですね、あんまりこうベタッとくっつくんじゃなくて、ちょっと空いてるぐらい、今ぐらいでちょうどいい、はい、でこの状態で、腕をまっすぐ引いていくんですけど、あでも最初からできてですね、この動きで、うん、いいんですね。あのこれ体でこう後ろに行ってしまうと、ここの肩甲骨は動きませんので、今の姿勢がもう まさしくもうとても綺麗に、あの、はい、上手です。なので、こういう、そう、ここには、ここは動かさないで、そうですね。はい。あー、で、ここ止まりですかね。もう出す。あ、もうここまで動くんですよ。はい。で、これは何をしてるかって言いますと、ここの肩甲骨をこう真ん中、この背骨の方にこう寄せてる動きなんですよ。で、これをすることによって、肩甲骨がこう動きますんで、肩甲骨が動きやすくなると、実はこの腕も一緒にこう動きやすくなるんですね。で、今さっきおっしゃってたように、この後ろに伸びないっていうのも、まさにこの肩甲骨がこう動きが悪くなって、それによって動きが制限されてるっていうこともありますんで、あの機会をちょっとしっかりやっていただくと、改善につながると思いますんで、今の全くやり方はしっかり合ってますんで、で動かし方としては、4秒間かけて引いていただいて、4秒間、はい、戻すときも4秒間で戻す感じです。ですか、ちょっと私の方で数々ですね、そういうのをしていきますよ、はい、1、2、もっと早いですね、もっと早い、はい、4秒間ですんで、1、2、3、4、5、6、7、でここで戻す、はい、そのまま続けて2、いいですよ、10回やってみましょうか、2、はい、いいですか、2、3、4、はい、5、6、7、8、はい、3、2、3、4、はい、5、6、7、上です、はい、4、2、3、4、いいリズムです。いいリズムです。動きとしては今度はこれを閉じているものを開く、開くためにこのお尻の筋肉を使いますので、今これでちょっとやってみます。これをさっきとでも、ね、これをやると本当ね、すごい高い姿勢が綺麗なんですよ。つま先を立てて、お尻がクッと上がります。若干お尻に3、4、5、6、7、8、ただこれもさっきと同じように10回を3セットになるので、
普段肩甲骨やっぱ動かすようにイメージしてもらえると結構いいです。はい、これ6台全部やると1、2、3、4、5、6、8、9、2、3、4、5、6、8、9、2、3、4、5、6。あとは戻していく。さっき向こうのマシーンでやったように同じリズムで4秒間で曲げて4秒間で戻すないし。これ楽ですけど。ちょっと軽いかもしれないですね。もうちょっと重くしますからね。そうですね。5、6、7。もうちょっと早めに戻っていくんですね。1、2、3、4、5、6、7。はい。3、2、3、4。5、6、7、8、9、2、3、4、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 
1、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2。さすがアスリート。ちょっと腹筋割れそう、本当にこれ。ラスト30。なるほど、こういう感じね。リハでバスケ目指せシュート。